エイリーの裏バード、エイリーの裏バード、裏バード始まった。イエーイ、解説しよう。エイリーの裏バードとは、エイリーの3人が YouTube でお届けするトーク配信、インター FM で毎週日曜日6時に放送しているエイリーの音楽プログラム、アーリーバーズミュージックで語りこぼしたトピックや楽曲解説などを行っていきます。不定期更新です。噛んだ。はい、博士感出てたよ。出てました。はい、はいね、何するんですか今日は。アーリーバーズミュージックでね、実践中のエイリーと曲作りしちゃおうぜ企画、はい、会議をね、企画会議です。3人でしましょう。はい、なんとなんと5月に募集していた曲作りのアイデアが全部で5件。すごいね。嬉しい、すごい、みんなありがとうございます。ありがとうございます、ね、だからまあちょっとね、今日はせっかくなんでこの5件全部をみんなでね、はい、見て何からちょっとやろうかとか、どうやって進めるかみたいなのをね、はい、話し合いましょう。はい、はい、お願いします。じゃあまずね、1通目、はい、5月8日オンエアでも紹介した自由律俳句、ラジオネームヨーグルト食べたいさんからね、歌のない音楽を詩から作るのって面白いんじゃないかと思い、自由律俳句を応募しますということで。はい、3つやったんだっけね。3つやった。歯磨き粉とあとピカピカと、ん、苦しいはずがない、苦しいはずがないと、はい、あ、しばらく気づいたら泣いてた、気づいたら泣いてたと、ここまででいいよって言われた。あ、そっかそっか、上の3つをやったのかな。そっかそっか、そうだね。じゃあ、あまりに高くて取れなかったと、ピカピカと苦しいはずがない、そう、 そう、まだ3つね、番組で紹介しなかったやつがあるか、せっかくだから読みましょうか。そうだね。はい、1つがあまりにも高くて撮れなかった。この撮れなかったってのは撮影の撮る、ね、うん、何撮ろうとしてたの。東京タワーとか下からこう撮ろうとしたけど高くて はみ出ちゃったみたいなことですかかな。それとも高所恐怖症でそういうこと、そこ行って撮りたかったけど高すぎて無理だったみたいな。なるほど、すごいシチュエーションが限定されてる。いろいろなんかね。え、でも高くてってほら、なんかエクスペンシブの方かもしれない。ああ、高くてちょっと気軽には撮れなかったってこと、できないみたいな。何を撮ろうとしていたのだろうか、ね、はい、あともう一つが、ピカピカではなくてツヤツヤ、ピカピカではなくてツヤツヤ、スルンとしてるのかな、なんだろうね、ツヤツヤ、ツヤツヤか、ツヤツヤって言われて何も出てこない。卵、あー、ゆで卵、ゆで卵、ゆで卵、確かにピカピカじゃないですもん ねそうだね、そうだよね、あ難しいよ。はい、で最後の一つが苦しいはずがない、なんか言い聞かせてる系ですか ね苦しいはずがない、苦しいはずがない。なんか今思い浮かんだのが、サイコパスの人が私の首を絞めてきながら苦しいはずがないって怖い怖い怖い言われてる、怖いよ。なんでそうなる。分かんない、思い浮かびました。そういうすごい、リナさんってすごいあれだね、想像力豊かだよね。ありがとう。なんかしかもちょっとダウンの方向に行ったんですよね。確かに、確かに。アッパーじゃない気がする。なんか元気だよ。元気ですか、うん、大丈夫ですか。大丈夫だよ、元気です。はい、そんな自由律俳句をいただいたのが1つ目で、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてそしてそして、はい、かき氷さんからね、はい、毎週楽しく聞いております、かき氷です。この度タクトさんの ADA の正式加入、誠におめでとうございます。ありがとうございます。これからも陰ながら応援いたします。今回楽しそうな企画が始まるということで、早速曲作りのコーナーへ投稿したく思います。本当に拙い演奏ですが、昔思いついたフレーズがあり、それをピアノで弾いてみました。スマホで録音したため音質が悪く申し訳ありません。譜面の起こし方がわからないので、一応コード進行のみ記載しますということで、ありがとうございます。コード進行ね、書いてあって、書いてある。私のメロディーは採用せず、上記のようなコード進行の雰囲気だけでも曲にしていただければ幸いです。いろいろと厚かましくてすみません、何卒よろしくお願いしますということでね。でもね、いい、うん、ありがたいというか、いや嬉しい、嬉しい、ね、てかもう
ちゃんとこれよみたいな感じですあのそうね、そうね、そう、あの分かりやすいじゃないけど、まあまあまあ、その我々としてそう、あ、コード進行が見れるみたいな、 あるっていうねそれはあるね。聞いてみようか。聞いてみましょう、はい。私はね、すごい鳥がカモメ、うん、海飛んでるみたいな情景が見えた、この曲で自然って感じがする。そうですね、曲ですね。でももういや、もうガッツリね、綺麗、うん、ないい感じのいい曲、うん、ね、曲になってるね、ね。いや、だからなんだろう、このさ、うん、私のメロディーは採用せずって書いてあるけど、うん、私はね、このメロディーに違うコードをやっぱ当てたくなっちゃう。そうだよね、当てたくなるよね。いや、でもコード進行書いてくれてるそのメロディーは採用せずコード進行はってい う, というあれですからね、あのすぐねコンセプト、そういうことしたくなっちゃう。セマティックデベロップメントの女いや本当にでもメロディー採用してもいいんでしょ。まあね、あ、まあ確かに、コード進行の雰囲気だけでもいいし、うん、うん、メロディー やりたくなっちゃうよね。そう、メロディー素敵、ジャズコンミンとしてはついついね、ついついね展開とかもつけてね。そうそうそう、どう、タクト的には。でも普通にでもリズム的なアプローチで展開とかつけるっていうのでもいいね。それはちょっとタクト先輩に引っ張ってほしい。僕だったらですか、うん、僕は、スイングからのトラップビートからの、うん、これスイングトラップどうなの。嘘です。でもなんか壮大な感じにしたいですよね。あ、でも確かに、確かにシンバルもあーってやってる、ね、絶対合うね。はい、はい、ありがとうございます。いい曲、ね、ありがとうございます。素敵だっ た, だった。はい、サクサク3通目、はい、陣内優斗さん、メッセージ、朝のイメージで作りましたということで、じゃあ陣内優斗さんより届いた音源を聞いてみましょう。はい、はい、いい、いいね、いいね、めっちゃいい、うん、これはね、うん、調理しがいがありますね。あるよね、調理しがいがあるな調理っていうね、いやいやいや本当に人のからちょっとなんかあの調理っていうとなんかあのなんかね、ちょっとね、前回のトマト引きずってるから、ね、いいね、朝のね、そうです、なんか爽やかだったね、最初の4音モチーフで ね、うん、確かに、うん、もっといろいろやりたくなるよね。やりたくなるね、やろう。でもこのラーソワソワでさ、うん、終わってないとこがいいよね、またね、確かにね、あのすごくいい感じ、ボールを投げられた気持ちになった、ね、そうそうそう、こっからは私が投げ返す怖っ、投げ返す高速球で。いや、でもエイリーの曲作りいつもそうですよ。そう、投げ合ってるから、ね、るからそう、なんかここでなんか反復してエネルギー増幅したやつが俺に来てるの全部最終的になんか雪なん元気玉みたいな。そうそう、なんであのね、陣内さんもあの覚悟しておいてください。すごい剛速球が飛んでくるから。はい、4通目、4通目、ツイッターネームカッキーハンド甘納豆さん、特徴のある建物にテーマ曲をつけてあげるとかいかがでしょうか。例えば札幌時計台にテーマ曲をつけるとどんな感じでしょうね、ということで、はい、お写真をいただいてます。行ったことある？僕行きました、この間。あれ、それこそあの時計台のライブで、そう、札幌ジャズ、この中でやったの？この中でやりました。あ、そう、この中のなんか2階にすげえでかいホールがあって、うん、あ、そうなんだ。そう、そこで演奏できるんですよ。じゃあもうタクトあるじゃんバッチリじゃん。でもこの時、ね、俺が行った時なんかマジで雪がすごくてもう埋まってたんですよ、時計台が、雪でほぼほぼそうか、この間の冬雪すごかったもんね。そう、すごかった。まあでもね、これの
時計台を曲にしてほしいということで、さっき話してたのはもうなんかこの建物のなんかあの構造でね、なんかこう曲にしようみたいな、もうこれをそのまま音景にすればいいんじゃないかと。屋根のギザギザがこう階段みたいになってるのがドレミファソラシシ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 シラソファミレ。でも多分アマナットさんが想像してるのは多分そんなんじゃない。いやそうそうそう、そうなんかこの秋の感じのこの雰囲気をこの雰囲気ねってっていうことだけど、タクトはタクトでこう背景にあるビルのさ、後ろのビルの窓をなんかこうシーケンスのなんかリズムにして、リズムにしてどうなるのかね、テッ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 、ここねここね、わからんわからん、あそこか、そうそうそう、画面に映していただいてるかなと。違う違う、そうじゃない。英子ちゃんはじゃあこの 木のうねりをコードにしてもらって、あでもそういうそれはいいかもね、あいいのそれは。それはコンセプトとして合ってるんじゃない。木のうねりね、うん、そうね、はい、ちょっと Let me think。 出てるアメリカ帰りが、アメリカ帰りが。はい、建物好き、建物ね、建物好きな人とかいるよね、たまに。あでも ね見るの好きよ。あ本当、お散歩するときすごい人の家とか見て歩く。それはどうなの。人ん家はジロジロ見るんじゃないかも。なんか見ちゃわない、可愛らしいお家。そうそうそう、ね、なんか窓際にさわざと人形を見せてくる、うん、あ人とかいるじゃん、うちの近くに。嫌だ、見せて楽しんでる。なんかねうちの近くにね、うん、塀の上とかにねなんかフィギュアみたいな、うん、いるいる並んでるお家ある。そうそういうの見てどんな人が住んでるんだろうって思いながらよく散歩してる。これ建物じゃないね。建物じゃなかったね。建物じゃない、そのなんか、ね、違ったわ。面白人間みたいな、はい、とりあえず行きましょう。はい、ラジオネームダイミーさん、エイリーの皆さんおはようございます。おはようございます。毎週楽しみに聞かせていただいています。私はもともと理系で大学院で数学を専攻していました。しかし縁があって保育士に就職しました。約10年前、成り立ての頃は自分の強みも分からず様々なことに挑戦してきました。その中で遊び歌グランプリというものに挑戦したことがありました。音楽は全く素人なのに頑張って曲を作って応募。いやすごい、本当に行動力の、いや お化け行動力、いや本当に本当にすごい。しかし書類審査で落選。確かに曲の魅力やかっこよさはなく、今見直しても完全に黒歴史かっこ笑、はい、もう封印して生涯忘れて過ごすつもりでしたが、エイリーの皆さんが手を入れたらどうなるのかな、黒歴史が嬉しい歴史に変わるかなと思い応募しました。どうぞよろしくお願いします。ちなみにプールの時期にプールに入る時のお約束を子どもたちに伝えるために作った曲です。一緒に絵も添付いたします。曲作りをしてみて曲を作る苦悩と楽しさ、人前で演奏する恐怖とドキドキを味わいました。毎回番組の最初にかかる 43rd Sunset がとてもかっこよく、こんなに曲が作れると楽しいだろうなと思って聞いています。オープニングから気持ちが高まって素敵な朝を迎えられます、ということで、いや嬉しい、熱い熱いメッセージ。嬉しい、すごい熱量。いつもあの 43rd Sunset 流しながら、うん、若干の申し訳なさがあったじゃん。あのね、日曜日の朝からすみませんっていう。でもこんな風に言っていただけるとすごく嬉しいですね。楽しみに。でね、曲の魅力やかっこよさなくって書いてるんだけどね、めちゃくちゃね魅力的な。魅力しかないです。魅力しかないよね。びっくりです。いやこれぜひやりたいよね。もう熱さよね。そうですね。プールのお化けでさ、絵も楽譜もあるんだけど、お話とね、うん、保育士さんとね、ね、お話があって、何ページ、うん、1,2,3,4,5 ページ、うん、いやすごい、すごいですね、ありがとうございます。本当に素晴らしい。歌おう、歌おう、せっかくね、あのね、はい、歌詞がついてんの。そう、一番、はい、とりあえずじゃあね、ラからラだけ出したらいい、うん、ちょっとラだけ、はい、出してもらって。じゃあそう、最初の私これ読むね、はい、うん、プールのお約束はたった一つ、お化けは入りません。あれ、あっちにお化けがいるみたい。1,2,3,4
お化けが隠れてます、ここにもそこにも隠れてます、じゃん。長い爪は切りたくない、爪の伸びたあなたは猫娘さ、じゃん。イエーイ、すごいすごい、このねスペースが好き。確かにこのなんか独特というか、なんかなかなか見ないスペースですよね。そうそう、このさ、ここにもそこにも、うん、1、2、隠れてます、じゃん、1、2、長い、そうそう。めっちゃ音楽的じゃない、じゃんを2拍目に持ってくるこのセンス。確かに、いやすごいね、面白い、いいですね、とっても魅力的な、いいですね、うん、すごい効果的なさスペースと、このね、あれですね、なんか4分の6構成みたいな感じかな、メロディー的には。あ、そうだ ね、 うだね、フレージングがね、うん、お化けが、お化けが隠れてます、ここを呼んで、ここにもそこにも隠れてます、じゃん。これさ、私がよくやるやつじゃない？人のアイデアだから。いやいや、そうじゃない、私がそうじゃない、やってるかもしれんけど、俺の、私のアイデアじゃない、そういう意味じゃなくて、いや、スペースの使い方がなんか似てるなっていうことが言いたかっただけ。急に巨匠を怒らせちゃったみたいな。いやいやね、ジャズコン的ななんかあります。でもなんかそうそう、あの引き伸ばす、そうそうそう、引き伸ばすスペースフレーズをね、そう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 、っていうことが痛かった、はい、やるよね、やるよね。うちらの曲でやってんのどれだろうな。あのね、全然あるよね、新曲まだ発表してない曲は結構やってるし、あれやってるよね、発表してる曲はやって、でも絶対 やった記憶はある、ね、何かで、だいたいタクトが困るところ。あ、そうだ、ね、そうだね、うん、なんでここにスペースあるねみたいな。そうだよね、そう、一番困るのタクトなんだよね。 うちらも作ってる段階で慣れちゃうからさ。そうそうそう、そうなんだよね。ね、いやー、いい、すごいいいスペース。でもそもそものなんだっけ、あのリリースはしてないけどさ、うん、あのタクトタクト山地下の曲なんかもさ、もうそもそものフレーズの拍をさ、うん、タクトタクトタクト山地下で最初私が書いて、でもこれ一回普通ストレートに戻してみたら、なんか分かりやすくしてみたらどうかみたいな話でね、うんうん、タカカ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 にやってみたら違ったんだよね。そうそうそう、はいはいはい、だからこのちょっとちょっと余るまっすぐいかない感じが人の耳をこう引きつけるじゃないけど、はい、っていうのは絶対あるよね。ね、すごく魅力的な、ね、いい歌、これ、ね、アレンジするとしたら、まあ、タクトがトラップビートにするのかな。お化けが隠れてますみたいな。やば、どんなお化け出てきちゃうのっていう感じですけど。本当だね、いやすごいあれですから、コンセプトとしてはあの保育、あの、あ、そうだよね、子供たちと、子供たちのプールに入る時のお約束だから。そうだね、そう、でもこれトラップダメ、うん、これやってみようか。これやりたい、私はもうすでにね、うん、ちょっとね思いついた、うん、いいですね。だってあ、この通りちょっと崩すのもありだもんね、うん、これを原曲に。私じゃあリフ書こうか。あ、いいね、いいね。じゃあコードとメロディー書くから、ひなさんにペンダーアレンジと、うん、あ、いいよ、細かいとこやってもらおうかな。オッケー、でいつも通り、はい、あの元気なので使うから、それで行こう。ここあのここのその2部9分のところ、できれば2部9分のままでお願いします。うわー、変えようとしとったわ。16分の139分とかにされるとちょっと、あ、それはね多分しない。あ、大丈夫ですか、うん、そこはしないけど、
けど、ちょっとちょっといろいろスペースとか増やそうかな。はい。いや、いい、あのね、いい曲ができる予感がする。はい。私の一個だけめちゃめちゃ気になってること言っていい？うん。この5ページにわたる企画書の中で、うん、一番最後のように突然、うん、僕らの八王子って書いてあって。それまで ね一言も八王子って出てきてなくてね、最後までなんかお化けちゃんと保育士さんの会話があって、そうです、ね、最後に僕らの八王子ってとこが、当時のあれかな、だからの保育園の八王子だったのか、曲なんかその作曲名みたいな感じなのかな、あ、自分の名前ってことかな、自分の名前、僕らの八王子ってこと、急に最後に僕らのエイリーみたいな、ま、みたいなこの、いや、分からんすけど、ちょっとすごい謎がある、ね、ちょっとこれがすごくいいなって気になる、ね、好きですね、いや、いい、うん、いや、すごいこの、そうだね、4番まである歌詞も、ね、うん、ね、じゃあちょっとエリーバージョンにして、うん、歌ちょっと考えましょうそうだね、そうですね、歌つけられる感じかわからない、ちょっとそこまで、そう、インストバージョンになっちゃうかもしれないけど、ね、まあ、インストバージョンにもしなったら、うん、ダイミーさんに、うん、あのまた歌ってもらう、あ、そうだね、それにしようか、ね、うん、さらにね、合わせてね、はい、はい、はい、ありがとうございます、本当に面白かった、嬉しい、ね、ね、またこういうのちょくちょくやりたい、やっていきたいなと、いや、いい、みんなクリエイティブだ本当にね、うん、はい、じゃあ最後の告知、タクト君お願いします、はい、明日の朝6時からインター FM アーリーバーズミュージック曲作り企画やります、ぜひ聞いてね、以上エリーでした、バイバイ、バイバイ、バイバイ。